はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、おとついの動画を見てくれた方はね、覚えてくれてますでしょうかね。その悪玉コレステロールと中性脂肪とヘモグロビン A1C というね、糖尿病に関係する数値が全部下がってて嬉しかったっていうお話の中でですね、その悪玉コレステロールと善玉コレステロールの数値がね、逆転してくれたらいいのになというお話をねしたんですけどもね、まあ、そんなことできるんかなって思ったんですよ。というかね、その悪玉コレステロールは下げることに今のところはね成功してますけども、善玉コレステロールを増やすということに関してはね、ちょっと今までね考えたことなかったんですよ。でほんでね、まあ、その話はね、その LTFU 外来というね、患者さんの主にその治療法とかではなくて、生活面で、このお家での生活面でのケアとアドバイスをくれる専門外来なんですけども、その時にですね、その看護師さんとね、お話ししてたんですよ。でほんで僕はね、その善玉コレステロールなんか増やされんのかな、どうやって増やすんかなって思って、善玉コレステロールって増やせるんですか、どうやって増やすんですかって聞いてみたらですね、これがなんとね、スルーやったんですよ、看護師さん。まあ、聞こえてなかったんかな、独り言だったんかなってね、思ったわけですよ、僕はね。まあ、せやからね、こう自分で調べるしかないなと思ってね、こう調べてみました。これはね、その愛知県のね、保健医療局がね、管理されているその健康センターのサイトで、2010年に、投稿された Q&A に書いたんですけども、善玉コレステロール、HDL コレステロールを増やす方法はね、あるんでしょうかっていう問いに対してですね、残念ながらですね、現時点ではそのようなものは見つかっておりません。しかし中性脂肪の増加は HDL コレステロールの減少につながります、だから中性脂肪は、HDL だから善玉コレステロールの、減少につながりますと。それに対して中性脂肪の減少は HDL 善玉コレステロールの増加に働くことも知られていますと。すなわち中性脂肪が減少するような食事が間接的に善玉 HDL コレステロールの増加につながるわけです。また有酸素運動が HDL コレステロール、善玉コレステロールを増加させることも分かってきました。適切な食事に加えて適切な運動が HDL 善玉コレステロールを増加させるのではないかと期待されていますと書かれてました。すごいですよね。そしてまた別のねホームページなんですけどね、これはねとあるドラッグストアのねホームページなんですけどね、こう書いてありました。善玉コレステロールは体内に蓄積された古いコレステロールを回収して肝臓に送る働きがあります。善玉コレステロールの増やし方を上げるというのは言い難いのですが、豆乳など大豆製品には 2% 脂肪が含まれていますが、リノール酸やリノレン酸という不飽和脂肪酸が、悪玉コレステロールを下げて善玉コレステロールを増やす作用があると言われていますと書いてありましたね。そしてね、厚生労働省のホームページによりますとですね、LDL コレステロール、悪玉コレステロールを減らして、HDL コレステロール、善玉コレステロールを増やすには、日々の食事を見直すことが重要ですと。豆腐、納豆などに含まれる大豆タンパクは、コレステロールの吸収を抑える働きがあります。オレイン酸が豊富なオリーブオイル、アジやサンマなどの青魚に含まれる DHA や、EPA などの不飽和脂肪酸は善玉コレステロールを下げずに悪玉コレステロールを減らす働きがありますと書いてあります。まとめますと、中性脂肪を減らす食事と有酸素運動をすることによって善玉コレステロールが増える、大豆、豆乳、納豆、豆腐などの大豆タンパク質がコレステロールの吸収を抑える働きがあり、オリーブオイルやアジやサンマなどの青魚に含まれている DHA や EPA などの不飽和脂肪酸が善玉コレステロールを下げずに悪玉コレステロールを減らす働きがある。さらにまとめますとですね、有酸素運動をして大豆と青魚を食べると善玉増えて悪玉下がるということですね。大豆と青魚は食べてるけど有酸素運動ができてませんね最近ね。
まあね、体調が整ったらね、またね、朝の散歩からね、ゆっくりとね、始めていきます。まあそんな感じでね、有酸素運動をして、大豆とね、青魚を食べているとね、善玉がね、増えてくるということなんですよね。まあ、くじで言ってしまうのはね、こういった簡単なんですけどね、なかなか続けるということはね、難しいのでね、まあ頑張って続けていってね、これがね、習慣になったらね、皆さんもね、いいと思いますんでね、ぜひ参考にしてみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。